平成23年8月1日月曜日、参議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、原子力損害賠償支援機構法案について審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。夕方、総理大臣官邸に戻り、沖縄豆記者団と函館豆記者団による表敬を受けました。2日火曜日午前、参議院東日本大震災復興特別委員会に出席し、原子力損害賠償支援機構法案について審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後、採決が行われ、原子力損害賠償支援機構法案が可決すべきものと議決されました。午後、総理大臣官邸に戻り、災害復興と男女共同参画 6.11 シンポジウム実行委員会と面談しました。夕方、第6回となる食と農林漁業の再生実現会議を開催しました。この日の会議では、我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言について話し合われました。今後はこの中間提言をもとに農林漁業の再生を図っていくことになるわけですが、まあ、何といっても我が国の食の魅力、先ほども量で勝負をするのではなくて質で勝負をするというお話もありましたが、まさに食の魅力、そして農林漁業の潜在力を引き出していくべく、この提言に盛り込まれた政策を迅速に具体化していくことが必要だと、このように考えております。その後、在京イスラム諸国外交団とのイスラム暦断食月ラマダーン中に行われる日没後の食事イフタールを開催しました。3日水曜日昼、総理大臣官邸で第7回となる経済情勢に関する検討会合に出席しました。夕方、ラオスのトンルン副首相兼外務大臣の表敬を受けました。その後、第12回となる新成長戦略実現会議を開催しました。この日の会議では、主要政策の報告と日本再生のための戦略に向けて案について話し合われました。本日はこれまでの議論を集約して、日本再生のための戦略の方針を取りまとめていただいたことを感謝を申し上げます。この中には5つの項目、革新的エネルギー環境戦略、共同化防止、海外市場開拓、そして国と国の絆の強化、農林漁業再生、成長型長寿社会、地域再生の5項目が盛り込まれております。今後はこの方針をさらに具体化し、施策を確実に進めてまいりたい。4日木曜日午前、総理大臣官邸で宮城県の村井知事らによる要望を受けました。夕方、内閣府で行われた平成23年度第7回税制調査会に出席しました。6日土曜日、広島県広島市の平和記念公園で開催された広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式に参列しました。66回目の原爆の日に行われたこの式典には、被爆者や遺族ら約5万人が参列、66カ国と欧州連合の代表らも出席し、犠牲者の冥福と世界の平和を祈りました。原爆が投下された午前8時15分、遺族代表と子ども代表による平和の鐘に合わせて1分間の黙祷が行われ、松井広島市長の平和宣言の後、菅総理は挨拶しました。
66年前、ここ広島を襲った核兵器の惨禍を人類は決して忘れてはならず、二度と繰り返してはなりません。私は日本国政府を代表し、唯一の戦争被爆国として究極的な核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け、日本国憲法を遵守し、非核三原則を堅持することを誓います。式典後、広島原爆養護ホーム神田山安らぎ園を慰問しました。その後、市内のホテルで非核特使8名と懇談、活動報告などを受けました。続いて、被爆者代表から要望を聞く会に出席し、7団体の代表者らから要望を受けました。そして記者会見に臨みました。